時は神社より湖面を望む時は公園とは、山口県宇部市に所在する時は湖を中心とした都市公園である。公式ホームページなどでは時は公園と表記される。渡辺助桜により寄贈された時は湖周辺の土地をもとに、宇部市が1925年に開設した入園料は無料、自転車の乗り入れは禁止で、遊園地内はペットの連れ込みも禁止されている。 財団法人宇部市とき遊園協会が管理を行っている。園内には四季の花が植えられており、春には桜、初夏には勝負、秋には菊が見られる。また、公園のシンボルであるペリカンなどの鳥類が時はわ湖で飼育されているほか、動物園では猿を中心に様々な動物が飼育されている。なお、ペリカンと共に公園のシンボルであった白鳥は2011年2月に 発生した高病原性鳥インフルエンザの感染拡大を防ぐためすべて殺処分された国の登録記念物に登録されており NHK の21世紀に残したい日本の風景総合公園の部で1位に選ばれたほか日本の都市公園100選日本桜名所100選美しい日本の歩きたくなる道500選にも選ばれている従来は 時和公園という漢字表記が広く使われていたが、2000年代以降、公式ホームページなどでは、時和公園とひらがな表記に変更された。また、上市交通局のバス停は、漢字表記を用いていたが、2010年10月1日のダイヤ改正と同時にそれぞれひらがな表記に解消している。ただし、上市都市公園条例上の名称は、時和公園と漢字表記であり、 道路標識を中心に漢字表記も残っている。開設間もない頃の時は公園と時は池白鳥大橋と時は神社年間入園者数はかつて最大で70万人を記録したこともあったがレジャーの多様化が進展し減少しつつある。この状況を解消するため時はファンタジアなどの各種イベントキャンペーンを年間を通じて行った結果二千九年度の入場者数は四年ぶりに 増加に展示、41万2000人となった。入園者数は、以下の通り、公園内にあった宇部市野外彫刻美術館と宇部市、熱帯植物館、湖水ホール内の彫刻展示室が統合され、2007年に開館した。市民から公募された愛称として、時はミュージアムが与えられている。詳細は、緑と花と彫刻の博物館を参照。 時は遊園地乗り物系の種類、編集アトラクション、乗り物、編集石炭記念館石炭工業は、宇部市の発展の礎であり、公園周辺も最短の現場の一つであったことなどから、地元政財界と多くの市民の寄付により、1969年11月1日に開館した。翌1970年11月1日には、 炭鉱内部の様子を再現したモデル炭鉱が完成している。館内には石炭の採掘、加工の様子を説明する模型や当時使用されていた木ぐるい、採掘現場で発見された化石など約3000点が展示されており、屋外には野源車や港内石炭運搬車 D51 形状機機関車等が展示されている。また、展望台はかつて未発炭鉱で使用されていた。 建港櫓を移設したものに、エレベーターを設置して利用しているものである、建築外用時は公園東駐車場に隣接し、大展示ホールやミーティングルーム、会議室、彫刻展示室、湖水レストランなどを備える、宇部市内においては初めて建築設計協議が実施された公共施設である、建築外用時はレストハウス時は公園中央、駐車場に隣接し、施設内には、 団体休憩室や、焼肉レストラン、甘みところ、あんみつ姫などがある。時は公園北駐車場、時は公園スポーツ広場が隣接し、利用日3ヶ月前の月初めから、申し込みが可能。自然と人間の接点としての芸術をという市民の願いに橋を発し、1961年に、宇部市や外彫刻展が開催されて、以降、現代日本彫刻展。 ウベ・ビエンナーレと名を変え、各年で彫刻展が開催されている。現在では、神奈川県の箱根彫刻の森美術館と共に、国内の総壁をなすと言われている。時はミュージアムの野外彫刻展示場のほか、園内各所にウベ・ビエンナーレの受賞作品をはじめ、90点を超える様々な作品が常設展示されている。園内で常設展示されている彫刻の一覧。 編集飼育されていた白鳥時は丸のボンネットモンキー白鳥キワ公園が総合公園として開園した最初期の頃から同園のシンボルであり続け公園のみならず宇部市そのもののシンボルとしても認知されていたが2011年2月6日に園内で発生した高病原性鳥インフルエンザの感染拡大防止のため園内のすべての白鳥が殺処分となった 詳細は、時和公園の高病原性鳥インフルエンザを参照殺処分直前には、大白鳥11羽、小白鳥3羽、小部白鳥189羽、黒鳥136羽、黒入り白鳥18羽、大白鳥とケ白鳥の後輩種1羽が飼育されていた。これだけの数の白鳥が飼育されていた例は、国内では他になく、また、 国内の公園で飼育されているコブ白鳥はすべて、時は公園の白鳥の子孫である。2017年5月、下関市の深坂自然の森からの譲渡を受け、およそ6年ぶりに白鳥の飼育が再開された。ペリカン白鳥と並んで公園のシンボルとなっている。日本初の人口孵化によって生まれた、カッタ君が近くの幼稚園などにしばしば飛来するようになり、その様子が、 マスコミで報道されたことで一躍全国の注目を浴びることになった。桃色ペリカン、西灰色ペリカン、ベニペリカン、星橋ペリカンの4種が公園中央部のペリカン島を中心に飼育されている。一部のペリカンは放し飼いにされ、近隣の学校や幼稚園に飛来することもあった。サルディースザル、フサオマキザル、トクモンキー、ボンネットモンキー、ニホンザル、ブラッザグエノン、 パタスモンキー、ハヌマンラングール、シロテテナガザル、アジルテナガザルの10種が公園南部の動物園で飼育されている。ボンネットモンキーは約50頭が飼育され、先形の使用施設、トキワマルに2013年6月まで飼育されていた。2014年のリニューアルまで仮飼育者で飼育される。その他動物園ではタンチョウ、クロズル、チリーフラミンゴ、ヤクシマヤギなども飼育されている。 園内には約3500本の桜をはじめ様々な四季の花が植えられている。桜桜の植樹は当地が公園として整備される以前から当時の地主らによって行われていたものであり、現在では時はこの周囲に約3.500本の桜が植えられている。特に時は池東岸を中心としたエリアは、 桜の名所として知られており、日本桜名所100選にも選ばれている。満開となる時期には桜祭りが開催される。勝負白鳥大橋付近に約5.300平方メートルの勝負園が広がる。本数約8万本、品種約150種類の花あやめがあり、6月中旬には勝負祭りが開催される。水蓮勝負園の中に、 1> 約1.700平方メートルの水蓮の池がある。ボタン尺薬時はミュージアム本館と白鳥大橋の中間付近に位置するボタン園に約200株のボタン尺薬が植えられている。富士園内4カ所に富士棚がある。ベリカン島付近に位置する面積約1300平方メートルのものが最大で約100メートルのトンネルがある。平戸つつじ公園全体に多く植樹されているが、 特に白鳥湖付近には数多く植えられている。アジサイ勝負園付近にアジサイ園があり、約1500株のアジサイが植えられている。シャクナゲボタン園から約50メートルの位置にシャクナゲ園があり、約300株のシャクナゲが植えられている。梅、時はこの東岸にある桜山に約100本の梅が植樹されている。ラン時はミュージアム本館乱室に植えられている。 サボテンときわミュージアム本館サボテン室では、南米産の玉サボテンや柱サボテン、内輪サボテンなど、約二百六十種三千七百株のサボテンを、自生地に近い景観で見ることができる。熱帯植物ときわミュージアム、本館熱帯植物室に植えられており、パパイアバナナマンゴーなどの熱帯果樹や、ブーゲンビレアパイプカズラなどの熱帯果木、トックリキワタマホガニーなどの有用植物など、 約260種3700株の熱帯植物を見ることができる。駐車場は入園料が無料になった2001年4月に有料化された。2018年9月現在、普通車15分以上2時間まで200円。以降1時間ごとに100円加算。5時間以上24時間以内500円。大型車15分以上2時間以内800円。以降1時間ごとに400円加算。 5時間以上24時間以内2000円である。2001年4月以降入園は無料となった。2001年4月以前は入園料が必要であったが、上市民には特別優待券として無料入場券が配布されていた。優待券の有無に関わらず、アトラクションや園内施設の利用料金は別途発生していた。なお、この優待券は 義務教育終了年齢以下には配布されておらず、小学生は名札、中学生は生徒手帳で、上市民であることを示し無料で入場できた。平成22年10月1日からのダイヤ改正について上市交通局。 h t t p w w w u b e b u s j p i n f o r m a t i o n 2 1> 2 1 0 1 h t m l 2 0一1年3月14日閲覧。宇部市都市公園条例、時は公園への立ち入りの禁止について宇部市長インフルエンザ現地対策本部。 http://www.city.ube.yamaguchi.jp コロンススララッッシシュュスラッシュイベントスラッシュ KOUE n e ー York 時は公演禁止 HTML 2011年3月14日閲覧時は公演の全面開演のお知らせ ウベシ、http コロンスラッシュスラッシュ www.city.ube.yamaguchi.jp スラッシュ kurashi スラッシュ安全スラッシュ鳥インフルエンザ、時は公園全面開園、html 2011年3月14日、閲覧、飼育開始は1957年、ウベ日報、 http://ubenippo.co.jp://2011/02/.post-1700.html2011 年2月11日閲覧。うべ、時はこに白鳥が、復活6年3ヶ月ぶりの飼育再開には包丁に、完成も山口うべ経済新聞2017年5月1日。 ボンネットモンキーを引っ越し、時は公園動物ゾーン階層、仮施設へ、山口、地域、読売オンライン2013年6月11日、ありがとうございます。